ナンバーウェブでは将棋の競技的な側面を中心に王座獲得経験のある中村太七七段に将棋の奥深さについて定期的に語ってもらっている今回は史上最年少四冠を達成した藤井聡太竜王の進化や対局上について語ってもらった前3回13藤井聡太竜王が誕生した竜王戦ですが 毎年のように豪華絢爛な場所で対局を行っています。対局場に足を運んだ将棋ファンからもすごい場所でしたとお聞きすることもありますし棋士にとって戦いの場である対局場をテーマにお話しできればと思いますセルリアンタワーのお学堂やお寺での空気感将棋のタイトル戦は全国各地の名所やホテルなどで開催されます。 コロナ禍の2020年はそういった機会が減ってしまいましたが、今年になって徐々に復活しました。藤井聡太フィーバーもあって、感染対策を講じながらも各会場で盛り上がりを見せていると聞き、一騎手として嬉しい限りです。やはりファンの方として見れば、名所と将棋を同時に楽しめるというのが、 心躍るものなのでしょうね。竜王戦第1局の会場となったセルリアンタワーの音楽堂は、私も福立会人として2回ほど伺ったことがあり、素晴らしい空気感です。他にも第2局の忍な寺のように、お寺で対局することも最近は増えました。非常に広く、大きな和室の中でポツン、 といった空間を見ていると私自身はまだ経験はないですけど慣れるまで大変じゃないかなとはひそかに思います笑いタイトル戦を経験して感じた前日の過ごし方なお私がタイトル戦に挑んだ対局場は本当に思い出深い場所ばかりですその中で一番いつもと違うなと思ったのは棋聖戦の第2局です 愛知・名古屋対局があり豊田市のホテルフォレスタが非常に広いところだった記憶があります広い部屋で対局してみての感想は慣れさえすれば逆に伸び伸びした大きな気持ちで指すことができ気持ちが良いものですあとは横浜のロイヤルパークホテルは地上65から66階というロケーションで 対局中の気分転換にもなりました景色一つとっても棋士として心がまた引き締まるものです縁側やお庭などがある場所では昔から想像していたタイトル戦をやっているという心持ちになりますし洋風のホテルに畳を敷くのも趣があります それに加えて対局者の個人的に重要だなと感じたのは、対局前日の宿泊です。私は通常はベッドで寝ているのですが、布団を敷いて寝ると、あ、いつもとは違うと思うことも、将棋においては睡眠の質、量が頭を働かせられるかどうかに直結します。初のタイトル戦は、羽ブ。 吉春先生との帰省戦でしたが、気分の高ぶりもあってか、寝つきがあまり良くなかったかなとの記憶があります。対局前日は前夜祭りを終えて、21時前には自分の部屋に戻りました。でも、いざ一人でポツンとしてみると、自宅ではないので特に何もすることはないし、テレビをずっと見て、 時間を潰す気にもならない。だから次の日の戦法などを考えたりしますが、考えてもキリがないし、寝ようかなと思いつつ、寝つけなかったり、そういった面でも経験値は大切なのだろうなとも、各会場の関係者の皆さんが気を使ってくれたのも印象深いです。対対局者1人に対して、 お世話係が1人ついてくれるケースが多いです朝食も他の関係者は食事スペースに集まって食べたりするところを1人だけルームサービスみたいな感じになったり移動の際の車両を分けてくれたりしますしすごくきめ細やかに運営していただいています AI がもたらした序盤戦術の進化とは AI の出現がもたらした影響について 私なりに考えていくと当初は AI は中終盤が強いのでそこを鍛えられるという風に思ってましたしかし今は逆に序盤戦術に対して AI を研究で使うことが多くなっていますこの形は先手がどれくらいいいのか後手がこの形だと少し良くなさそうこの進行ならばあと哲いながらそこまで 苦しくなさそうで互角で進められるなど AI で最新流行の線形を突き詰めて考えることでいろいろと分かってきた面があるんです私も研究をやっています自分自身序盤力の伸びがあったかと問われると難しいですが知識量としては明らかに増えましたね そんな風に騎士誰もが日夜研究しているところを、藤井聡太竜王も当然やっている。そして AI を有効活用し、いち早く成果が出てきているのだと思います。序盤は10から20年前でもセンスの部分が多いとの認識で、経験を積んで対局をこなしていって、この形が、 作戦勝ちだと体験して積み重ねていくしかなかったものです。しかし現代は、机の上でもちゃんとわかる時代になったのは大きいと思いますね。天才的な中、終盤の能力にプラスして、序盤の成長、藤井聡太竜王の中、終盤力は AI がない時代に築き上げた。本当に素晴らしい能力ですし、 天才的な部分だと思います。それに加えての序盤力の成長はエア時代ではなかったらこんなには速くなかったのではないでしょうか序盤でも数多くの知識量を得られるようになり進化が非常に速いその象徴的存在が藤井聡太竜王であるとも言えるのでしょうそんな中で 豊島球団が JT 杯決勝で藤井聡太竜王に勝利して連覇を果たしましたここで勝ったのは豊島球団の気持ち的にもすごく大きいと思いますタイトルを藤井聡太さんに奪われてしまった形ですがここで1勝を返すことで前向きに取り組めるのは間違いないし自信になったと思いますまた周囲が。 豊島球団を見る目という意味でも大きい。ああ。やっぱり豊島さんは強いんだという空気感は間違いなくあります。ここからまたタイトルに絡んでいくことは間違いない存在です。早指し戦で負けているが、なぜ藤井聡太竜王が直近で負けた対局を思い出すと、JT 杯に加えて、 NHK 杯の深浦、高一球団もファンとしては印象的だったと思いますが、共に早指し戦ですね。何か理由があるか、ですか。一つ言えるのは、早指しは持ち時間が非常に短いゆえどうしてもお互いミスが出やすい展開となります。さすがの藤井聡太竜王もミスが出るため、 対局相手としてはミスをうまくとがめられたらチャンスが生まれることになります。NHK 杯も JT 杯もそういうことが起きたんだと思いますね。特に NHK 杯戦の深浦球団は自身の得意の形から藤井聡太竜王の中盤の少しのミスを的確にとがめて圧勝しました。素晴らしい勝ち方だったと思います。ちなみに NHK 杯で圧倒的な成績を残したのは、羽生善治先生なのですが、4連覇に通算で前人未到の11回優勝、こんな表現が正しいのかは分からないですが、人間離れしたレベルとしか言いようがないです、かっこ笑い。藤井聡太竜王に話を戻すと、タイトル戦など長時間対局だと。 藤井聡太竜王は全くと言っていいレベルでミスをしない冒頭に話した序盤の進化持ち前の中終盤の力を総合して強くなっている藤井聡太竜王は今や長時間の方が向いていると言っても過言ではありませんそうなると藤井聡太竜王を七番勝負で倒すというのは大難関になりつつあります 勝率データ的に見ても勝率8割5分ぐらいある人が7回やって4回負ける確率を考えたらというのは事実です王将戦渡辺先生ならテーマ性を持っているはず次のタイトル戦は王将戦で渡辺王将が対局相手となりますあれほど作戦家の渡辺先生をもってしても 勝ち方が見出せないというニュアンスの発言がありました。それでも、この数ヶ月間で、何かしらテーマを持った上で対局されると思います。王将戦は、複数間同士の対局になります。その意味でも、藤井聡太時代到来に待ったをかけようと、渡辺王将として、心に秘めていると推察されます。 藤井聡太一強と言われかねない中で、どう戦っていくか。もちろん、私たちも鍛錬して、藤井聡太竜王との対局が来た際には持てるものの、全てを発揮したいと思っています。そんな日々の戦いが行われる対局場について、その話はまた別途いたしましょう。続く。